ケルナーデア・バウントダイ・アイガンシャフチンデア・プフロンズン、掲載のラフレシア科の一種ラフレシア科は、寄生植物のトガで、東南アジアに産する世界最大の花、ラフレシアを含む。他のいくつかの寄生植物のトガと共に、ラフレシア木にところ属させる研究者が多かったが、ラフレシア科は、エペジー分類体系では、分類未確定のトガであった。最近の研究では、一部の属の実を、 競技のラフレシア科として筋トラの重くにところを属させ、ラフレシア目の他のトガとの関連を否定する。競技のラフレシア科は9属を含み、およそ50種がある。ラフレシア科は、非常に変わった形態の植物である。典型的なラフレシア属では、栄養部分は、機種の中で、糸状あるいは禁止状で、根や機能する葉はなく花のみが、機種の外に現れる。 ラフレシア形態を参照。熱帯を中心に広く分布する。中南米、地中海沿岸、中東、東南アジアなど。分類学上の扱いは研究者によって異なり、様々な属を独立の都がとして扱ってきている。最新の分類学的研究によれば、抗義のラフレシア化は、ハームズによって最初に認識され、タクティジャン他で指示された4例に分けられる。 最近の研究では、旧来のラフレシア化は多系統であることが示されている。ラフレシア化は、ラフレシア、リキサンテズとサプリアに限定され、それ以外の属は、アポダンテスカ、シティヌスカとヤッコソウカに分割される。この競技のラフレシア化については、東大グサカの系統に含まれるとの報告がある。東大グサカはいずれも小型の花を持ち、ラフレシアカの見花が、 例外的に巨大化したことになる。ありがとうございます。